ハント行くぜ。オッケー、セットセットセット、レッツゴーオン。はい、ということで本日もやってまいりました、フルハレスッサ TV よ。はい、皆さんね、僕がこの衣装を着てるということは、そう、今回もですね、コラボ会でございます。で、今回ですね、来ていただいてるのはこちらのお方、ゴーオングリードキドキ愉快上ハント役の臼井雅弘くんです。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。臼井雅弘です。うるさい。こんにちは、臼井雅弘です。本当にもう昔からもうこいつはもう一番ふざけてる。本当にゴーオンザメンバーとしても人間としても一番ふざけてるのがもうこいつです。はい、だけれども、まあ、臼井はもう本当にね、いいやつで、なんか今回俺がその YouTube も始めてるそのっていうのを知って、それも連絡くれたりとかして。だけど違うですよ、だって電話したらなんかどっかマレーシア、マレーシアね。あ、言ってるかな。いや、まあ多分海外にいるっていうふうに言ってたから。今日よろしくお願いします。お願いします。はい、でまあ臼井はでも、もうどうだろう、最初さ高校生で入ってきたよね。ああ、そうね、高校生だったかね。そうだね、15とかだった気がするよ。今何歳よ。あと、いくら知ってますよ。これ収録今何日。12月のまあ中旬ぐらいかな。ああ、そうだね、時間で言うと、うん、俺12月の頭で31になったんです僕。うわー、ビビる、マジで。そしておめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。なんか出てくるんですかね。ああ、ちょっとあと5時間後くらい。いやいや、遅いわ。5時間後くらい待てよ、そんな。用意しときなさい。用意しときなさい、もおかしいです。あるんだけども、まあでも、そうだよ、だからもう15年とか15年とかですかね。もう長いよね、そうやって考え。だってさ、あの時の倍ってことでしょ、要は。そうだよね、そうだよ。だもう一人臼井が いてもおかしくないってことでしょ。例えが分からんけど、そういうことだね。そういうことでしょ。もう一人俺が生まれるっていう。いや、これはびっくりするよね、そうやって考えたら、うん、だってあの時のさ16がさ、何も変わらないでここにいるんだよ。やばくないですか。これ変わんないかな。何も変わらない。見て、ほら、ちょっと髪の毛がちょっと変わった、ふわっとした感じと茶色くなったから、あとあの縦に大きくなったっていうだけですよ。だから、そう、縦に大きくなったり言ったら、うん、もうこいつに言いたいことがあって、うん、あのドラマとかってつながりってあるじゃないですか。つながり、例えば髪の毛とかもやっぱ同じ長さでいるためにやっぱ保ったりとかするけど、うん、こいつは身長のつながりマジで守らないんですよ。だから最初みんなで並んでる時割と低かったんだけど、途中結構みんなと同じくらいになっちゃって、お前ハント全然身長のさつながり守ってなかったよね。いや、だから今着てらっしゃるこれ、うん、まあその当時のね、はいはいはい、ユニフォームというか、そうそうそう、衣装だけどさ、うん、俺これだって3着ぐらい作ってもらったよ。あ、サイズ違いで。え、マジで。そう、いやいや、当時とかその撮影してる間にサイズがちょっと入んなくなっちゃったね。だってさ、臼井って今でこそ結構体ね鍛えてるから大きいんですけど、昔はもう本当に風が吹いたら飛ぶくらい細かった。どんな、マジで。どんな細さ。だってこいつ岩船山でずっと一人でこうやってやってねえわ。何してんの臼井って言ったら、いや風が。もうそれが臼井ですから。気づいたらいないんでしょ。いないだろ。臼井一人だけ走ってくるの遅い、風にやられて。そう、全然こっちで走ってこない。向かい風バラシャドウにな。全然向かい風で、もう全然来ない。あれ、パンツだけ遅いんだよ。待ってます。おい、いねえぞ。もう絵の中に緑いねえぞ。松原さんっていうのは怖いね。まあ本当昔ながらのカメラマンさんがいるんだけれども。いや、そのだからまあいっぱい思い出あると思うけど、なんか松原さんってね、こうカメラマンさんめちゃくちゃ怖いのよ。いや、松原さんにマジでお前こうやって覗いてて、お前さ半分切れてるからもうそのまま行くぞって言われて、いやいや、またまた、俺もこんな感じだから、またまたとか言って、オンエアみたいな、俺ここね半分だってお母さんとかにもその回見せたくなっちゃう。そうだよね、半分になってるから。しかも変身の前のなんか緊張感があるシーンじゃん、ああいうの大体。そうだね、そうだね。あそこで半分はね、やっぱね、未だに覚えてます、ね、いや、まあ、そうなんですよ。一番でもね、思い出深いのは古代エンジンを探して、僕たちがドラゴンを探すっていう。はいはいはい、あったね。そう、あの回があったりとかしたんだけれども、 あの回覚えてる？いや、覚えてるよ。一緒にさ、なんかさ、修行みたいなさ、滝みたいな。そう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 、お前があの足の骨折った時。いや、今でこそ言える話だけど、いや、あの時2月とかだった気がするの、確か。おで、なんか俺たちなんか変なさ、そうそう、サムエみたいな、ね、サムエみたいな来て、で、ナオさんと俺とそうそうプラさんで3人で修行しに行くみたいな。そう、あったあったあった。なんかその修行がどんどんエスカレートして、うんうん、なぜかハントは滝
に打たれて滝に打たれに行くし、あったね。で、奈緒さんのことが好きみたいな設定だったんだけど、そんな大きい滝じゃないんだよ、本当に、ほんとちっちゃい滝壺なんだけど、スーツアクターの人たちが横にオレンジ色のさ、救命ボートみたいな、あれでもう待機してくれたの、で、その救命ボートの中に、その、お湯とか入れてくれて、もうめちゃくちゃ、もう超万全なわけ。潜るっていうシーンだったね。潜って2秒ぐらいしてわーって上がってきて、はい、あー、全然ダメだねっていうシーンだけど、わーって入ったら、滝の中で岩に足バーンぶつける、バーンって行って、バーンって打った後、こうやってなってるから上がってこない。やばいな、これは2月の滝壺で上がってこない。やばい。でも、スタッフがバーンって来て、こうやってブワーって上げられて、その君元にバーンって乗せられたら、もういや、そうよ。そのまま銀次郎号乗せられて、銀次郎号で病院行ったんですよ。ここからね、リナちゃんがね、すっごいね、ハント、まあ、ウスを助けてあげるんですよ。そう言ってあげてる、学校のね、その荷物持って、同じ学校だったから、そう荷物持ってくれて、その、なんかスタジオに行ったりとか、それこそシーンの中では、なんかシンガ君とか、プラルさんが、なぜかもう意味わかんないんだけど、おんぶするっていう、なんかそのどういう演出みたいな。確かに別にその何のシーンでもない、何もないけど、お前が折れたら歩けないからなってこうやっておんぶする。多分これマジで見返してもらえれば、なんかやたらこの辺の回、ハントおんぶするか、おんぶするあったよ、あったっけ、俺シンガ君とかによくおんぶしてもらう気がする。ほんととか軍平とかね、ゆみちゃんとかキャラが割とこう近いキャラだから、軍平は割とあるんじゃない。そう俺は多分ね、そのハントそんなおんぶしてないと思う、そんなに。なんかでもそういうちょっとこう演出的に助けてもらいながら、多分あると思う、実はやってたみたいな。だからリナがね、その要は荷物を持ってあげるわけですよ、学校が終わってそれスタジオに入るときに。そしたらメイクさんとか衣装さんから、何リナちゃんに荷物持たせてんのってめっちゃ怒られて。いや、そしたらうそ、いや、違うんですよ、あの、これ足、見てください、これっつって、そんなの歩けるだろうみたいな、そんなお前男だったら気合いで歩けよみたいな感じで、松葉杖、日本ついててさ、恥ずかしい。いや、もう恐ろしい現場だったな、あれ、ほんとにね。いや、だからまあ、戦隊をやるっていうのは、もうそのぐらいタフじゃないといけないってことなんだろうな。でも、あれ乗り越えたからさ、割とさ、俺たちなんかいろんなことを乗り越えられてきてる気がするよ、他の現場で。戦隊の1年間というか、まあ、1年半ぐらいか。だから、あれがだからもう15年前で、この前、それこそ、同じそのプロデューサーさんが、その、戦隊の人たちをね、その集めてくれて、刑事7人っていうその東映のドラマ、やりましたね、テレビ朝日東映のドラマにゲストで俺たちを呼んでくれて、懐かしいね。いや、そんなこともあるもんだねと思ったね。すごいよね、あれ。すごい、なんかみんなね、やっぱゴーンじゃやっぱ知ってくれてる方が多くって、ゴーン再集結みたいな感じでね、スーちゃんもいたりとかね、そうだね、小島さんもいたりとかあったけれども、なんかすごい懐かしい感覚だったよね。そうだね。いや、俺だから今年はその直前の舞台で、その鈴なりってとこでやったんだけど、これ見に行った、それ姉と一緒に共演してて、見に行ったやつでしょ。そう、よかった、姉と共演して、それ見に来た、見た姉と共演して、その後すぐにプラーさんとか、リナとかと共演、まゆみちゃんもね、共演して、てかゴーンじゃもうほぼ今年みんな会ってんじゃない。いや、だから本当にみんな会ってるね。本当にみんな会ってる。いや、俺もプライベートでは会ってるけど、仕事としても会ってるもんね。仕事としても会ってるし、プライベートでも会ってるね。その刑事7人とかでもさ、もう薄井がもうやたら褒められまくるわけですよ。薄井よかった、わざわざとか薄井よかったみたいな。その当時のプロデューサーね。当時のプロデューサーがもうやったら薄井をやっぱ褒めていきたりとかして、で、やっぱそう、僕とかもね、まあ、そうやっぱ出てるわけですから、気になるわけじゃないですか、自分の芝居は。そう、自分、そう、俺とどうでしたかみたいな。なんて、いや、ルフラ変わらねえなっつってルフラもうちょっと頑張らなきゃいけないかなみたいな感じ言われて、もう薄いばっかり褒められるんですよ、これもう本当に。じゃあやっぱあれですね、当時は2人とも怒られたけど、そうそう、今回その怒られたプロデューサーが、薄いが褒められる立場で俺まだ怒られるみたいな俺だけなんか取り残された感じがあって、ちょっと悔しいよね、これは正直。そうだね。でもさ、俺も久々なのよ、ドラマの現場とかも超久々で、いや、演技のカメラの前に立つのがもうすごい久々すぎて、俺めちゃくちゃ緊張もするし、なんか感覚もさ、なんだろうね、ああ、そうそう、こんな感じだったわみたいなさ感じだったりとかするし、思い出しながらみたいな。そう、でもさ、
現場は止まらないわけで、どん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 進んでいって、僕プレッシャーたるや。いやだからね、逆なんだよ本当は。俺だから今の方が緊張しますもん。自分でカメラの前に立ってて、僕見れないもん。なんか何喋っていいかあんま分かんない。そこらさんがいなかったら結構分かんない、何喋って。だから俺は割とほらなんかさ、こうやってさ、なんか話を回すみたいなのはよくやってたからさ、逆にこっちの方が俺はなんだろう、得意なんよね。だからそう、どっちかって言ったら面白いもんですよね。この15年とかで自分として喋るのが得意になった。ああそうだね、原さんとか、まあ、それこそね、今新和くんとかだってね、え、毎日カメラの前にこう立ってるわけじゃない。ねえ、新和もだいぶ変わったじゃん。今はもうほぼさ、朝のお天気お兄さんだったりとかするでしょ。だから今多分ほぼもう今演技する機会だ、忙しすぎて多分ないんじゃないかな。あ、じゃあ、フランさんでもそんな感じだったんだ。いや、俺ってそうだよ。毎朝だってさ、やってたらさ、そもそもその間にドラマの仕事ってなかなかうまくフィックスしないでしょ。確かに。だから多分親友だからかもしんないけど、ちょっと俺これ海外でさ、マレーシアさ、割とさ、パワーレンジャーとか、その GO 全体とかすごいなんか流行ってるんよ。へぇー。だから多分あいつ忙しいからかわかんないけどさ、ちょっとこれ見てほしいんだけどさ、GO 音者でもやっぱ変わっちゃってんだよ。一人だけちょっと俺これちょっとゴーンじゃのメンバーちょっと冒険ブルーになっちゃってるんですよこれ。いや、お前の事務所の先輩にちょっと取られちゃって、三上君、そうこれ取られちゃって、これでも浦原さんとリナと三上君、そうそうそう、だから多分忙しい影響なのかな、やっぱこっちにも出てきちゃってるっていう。そう、これね、どこに行ってた。これマレーシアのなんかそういう、そうそうそう、マレーシアのお店に行ってた。そうそう、だからもうパワーレンジャー大人気だから。そう、戦隊ものも大好きだから、俺とか知ってる人めちゃくちゃいたよ。だからえ、マジで、え、すごいよ。マレーシアとかインドネシアとか、だって俺のインスタのフォロワーって日本人の次ホーチミン市だからね。ベトナム、ベトナムなるよ。てかすごいね。いや、これこれでもやっぱ人気なんだろうね。そう、未だに言ってるの。これすごいよね、これ本当に。だってこれスクールバッグって書いてあるよ。そう、スクールバッグ。だからこれ背負ってる男の子めっちゃ多いから。これこれいくら、いくらだろう、これ600〜700円くらいです。へー。そう、だから俺一瞬さ、こうやってかかって、あ、ゴーンジャーだと思って、あれあれゴーンジャーみたいな、あれみたいな。すごいね。まあ今回、うん、まあお前がね、そのちょっと誕生日だったじゃないですか。はい、だからちょっとマレーシアでちょっとお前の誕生日プレゼントちょっと買ってきた。なんだよ、俺先に、俺うわ恥ずかしい、俺先に言っちゃったじゃん。向こうの民族のこの緑の、え、緑の T シャツをちょっと、え、可愛いじゃん。でもだからちょっとこれ着替えてよ今。お、全然いいよ。ということで改めて変身した臼井くん、これです。いやいや、古いんだよな、またなんかお前もやっぱなんかおっさんならなんかちょっと着替えてきました。はい、で、似合う、似合う、やっぱ緑似合うね。緑似合うね。なんかユニフォームみたいなこと。あ、そうそう、割とさ、あれいいでしょ、その素材感とか、うん、素材感はすごいでしょ。そう、これを抽選でだから1名の方に、1名の方にプレゼントします。俺がお前にプレゼントしたんだ。俺がお前にプレゼントしたんだ。プレゼントするなよ。俺がわざわざマレーシアから買ってきたんだ、それお前に。緑を割と探してたらさ、緑だけって割とないないんだ意外に。それ緑こんな感じでさ、なんかさ、なさそうだけどあったから、ちょっとこれはいや嬉しいですよ、はい、そんな。ということでぜひ使ってください。ありがとうございます。ね、まあ、寝巻きとかも全部。いやいや、ありがとうございます。はい、そもそもお前ってさ、そのどうやってそのゴーオンジャー、その決まったの。俺だからさ、この年に事務所入ったんですよ。え、この年に入った。はい、俺の2007年だったと思うんですけど。え、やば、マジで。そうそうそう、でも本当に何も知らなかったよ、だから、うん、本当に何も知らなくて、それこそ受験とか終わって、高校1年生になって、D-BOYSのオーディションっていうのを受けたんだけど、そうだ、お前、D-BOYSだったね、忘れてたけど、忘れてたけど、そうなんですよ、この人、D-BOYSなんですよ。そういえば2007年に、うん、今の事務所に所属させてもらってて、うん、でその流れで、なんかいろんなやっぱ、最初さ、仕事があるわけじゃないから、うん、そうだね、いろんなオーディションを受けていく中で、その戦隊のオーディションを受けさせてもらったっていうのが、だから最初はその自分がめちゃくちゃ来られたいとかっていう感じじゃなかった。そもそもそういうのがあること自体そんなに分かってなかったぐらいのレベル感だと思う。
15歳の記憶って結構さ人生半分前の記憶だから、そうか、割とその時しかも分かんないことも多くて、その芝居ってなんだろうみたいなとか、そこまでないんだ、全然何にもなかったから、へー、どっちかって本当だから、それがもしかしたら そういうのが良かったのかも分かんないね。なるほど、ガムシャラだしかなかったから。戦隊ものっていろんなプロデューサーだったり監督が見てるんですよ、うん、で、俺一回すごい悔しかったのが、そのやっぱりその薄井がすごくセンスがいいっていうのを渡野さんも昔からずっと言ってるし、他のプロデューサーとかも、いや、あの子なんかこれから伸びるねみたいな感じで、俺なんかすげえ、俺レッドじゃん、でも俺が、あー、まあ、そう、まあ、そうね、だからなんか俺すっげえ悔しかったのめちゃくちゃ覚えてんだよね。で、それ戦隊やってる時、やってる時、やってる時、そう、だからあいつは勘がいいって言われてた、すごく、お前は。そう、だからふざけてたりとかめっちゃしたじゃん。そう、めっちゃしたけど、お前が寝てる間とかに俺すげえお前にいたずらしてるから。いやいやいや、そう、お前覚えてる、これちょっと、お前これ多分お前に思い出の品だと思うんだけど。え、何、うん、覚えてる。え、俺こっちはなんとなく覚えてる。もうとにかくずーっと寝てるんですよ、ロケバスの中で。来たら移動バス、移動とかもずーっとこうやって口を開けて、え、俺こうやって寝てるから、マジで薄井が寝てる間にこのコアラのマーチとかをね、口の中に入れて食べんのかなっていう実験をよくやったりとかしてたんですよ。そしたらこいつ寝ながら最高記録3つまで食べたりとかしてこのコアラのマーチをね、そうで、途中やっぱ口の中で水分持ってかれるんでしょ俺食べながらポッみたいななったりとかするんだよ、薄井が覚えてる。そう、だからちょっとお前寝てみて、そこで寝て口開けてみて、こういうこと、寝て、そう、口開けて、シマ君がこうやって口の中にこうやって入れるわけですよ、こうやって。そしたらこのまま止まると思う、だから何個入るかなと思ったら、こいつあろうことか口を動かして食べ始めるんですよ、寝てるのに。ちょっとやって、噛んで食べてみてこうやって食べ始めるんですよおい食ったぞこいつみたいな、マジでみたいな。でもね、こう食べることが俺たち好きだから、とにかくもう俺たちゴーンジャーって消え物がもう卵ばっかなんですよ、あのレンが作る卵料理ばっか。確かにね。だから焼肉なんてもう外でバーベキューなんて出ようもんだら、俺たちもリハーサルなのにもうめっちゃ食って、そこから冷え物が本当に消えちゃうみたいな、まあまあ、なくなっちゃって怒られて肉追加して焼く時間がまたあるみたいな。俺とお前な、俺もお前もだよ。もう育ちだがりだから食べる。そう、てかね、俺が怒られてる時は大体お前も怒られてるそもそももうちょっとそれは卒業したいですよ、さすがに。もうちょっと30も30も1になったし卒業したい。それはもう卒業したいですね。でも入ったらまた同じ風に怒られると思うけどね。いや、当時から2人すごいこうなってる、まあ、やっぱ主役とそれを引っ張るプロデューサーだから、うん、まあ、やっぱ多分チームアップしてやっててんだろうなっていう感じあったのよ、はいはいはい、でやっぱさ、そのまあ、フラルさんにも、マサノさんとか、いや、お前もっとその痩せろよみたいな、うん、そのめっちゃ言われた、やっぱヒーローだから、うん、もうそのやっぱ人の理想になんなきゃいけないみたいなところで、はいはい、結構タイトにしろみたいなこと言われてて、もう撮影所の真ん前に、こうコンビニあるじゃないですか。はい、あるね。で、あそこでなんか、俺、何回かこう朝、フラルさんとすれ違ったりとかしてて、あ、そうだね、なんかいろいろそのゼリー系とか買い込んでるから、まあやっぱその飯食わずに、ゼリーとかでやっぱダイエットとかしてんのかなみたいな、そういう、ね、そう感じで思ってて、そしたらなんか当時なんかバナナダイエットしてるみたいなこと言ってバナナダイエットなんて、あ、でもやっぱあんだみたいな、まあいう、そしたらプラマルさんなんか、だから俺バナナダイエット始めようと思うって言って、そのバナナプリンとバナナゼリーとそのバナナのお菓子とで、バナナも食うんですよでそしたらもうほぼ糖分じゃないですかで、怖っと思ってみんな思ってたね怖すぎると思ってマジよく覚えてんね、ほんとにエビちゃんもそれ言ってたよ、確かマジでバナナそんな印象強い、いや、めちゃくちゃ印象強い、なんかでも真顔なんですよそれが怖くて、もうこの人何言ってんだろう、マジでみたいな。とりあえずなんかバナナの成分がすごいなと思ってたな、俺は。そうだね、うだからバナナの成分が痩せさせるものだと思ってたの。そうだよね、絶対テンヤーズの時にあ、なんかロケしててで、なんかそのフラルさんっていつもそのロケ終わった後とかにちょっとコンビニ寄れないですかみたいなバスの、あのロケバスの方に言うんすよ。みんながロケバス乗った時になんか、いや、もうまたコンビニ寄るのみたいな空気がめっちゃあって、で、まあでもフラルさん寄りたいからいいんじゃないですかみたいな感じで行って、フラルさんいろいろ買い物してる最中に兄貴だったと思うんだけど、ロケバス出してくださいって言って、フラルさんがロケバス置
いてかれるとこみんなで動画撮ってみたいな。お前は体ばっかり覚えてんな。本当に覚えてますね。俺自分のエピソードでこれはあんまり言ってないと、うん、お前の名台詞なんだっけ。わあすごい。ちょっとやっていって。わあすごいっての本当にあなただけ。ゆびちゃんとめちゃくちゃ濃いよ、ね、そこで陽介に声かけてもらって、うん、ゆびちゃんとうすいくんと一緒にやったらどうみたいなこと声かけてくれて、あ、そういうつながりだったんだ。しんわくんとかさ、実は一時超近くに住んでて、あ、そっかそっか、うん、実はだから今日も本当はね、うん、本当はね、うん、そう誕生日だから、え、いや本当にごめんなさい、俺さっきの頭の下りもカットしていただきたい。本当にすいません、ごめんなさい。ということでお送りしたのはマッハ全開ゴーレット。マッハで行くぜ、またなー。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。